今日もさっきから胸がドキ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 するの。どうしたんですか田畑さん。今日はね、はい、君さんのような美人と一緒に歌える。本当ですか。本当ですよ、間違いないですよ。ありがとうございます。胸がドキドキ。お待たせしました。コーヒーお持ちしました。ええ子やないか。あんた名前言ってくれたのに。今のあれ愛想、ドキドキしてる。まだ本当に調子がいいんだから。わからん。今日よろしくお願いします。私のことよろしくね。あのですね、1曲目は帰り船をお願いできますか。帰り船、はい、よいしょ、行くぞ。私の夢が叶いました。夢が叶った。どういうことですか。初めて日本に来た時が18だったんですけど、あの時は日本語も日本の習慣もわからなくてすごく落ち込んだです。その時この歌でもう何度も何度も励まされました。励まされた。本当に国を離れて住んでいる私にとっては人生の応援歌です。そして今でもステージで、大好きで歌させていただいております。本当にありがとうございます。そうか、人生の応援歌か。今日はですね、お父さんと娘としてお付き合いよろしくお願いします。若き恋人同士として今日は一緒に歌を歌おうじゃありませんか。じゃあ行きますか。はい、おーっす。お、この調子行こう。
なんかすごい緊張してます。あの
田さんの歌って本当に全然変わってないですね。若いな。そうなんです、私が初めて18年前に聞いた声と変わってないんですよ。本当に若い、うん、若い。もう76に見えません。39歳。これはほんまの話。あのね、はい、私はねこの韓国が、はい、歌が好きでね、はい、ずっとテープ聞いてるんですよ。もちろんあんたのテープも入ってるけど、本当に実力派の歌詞が多いですね。韓国に行ったことあるんですか？あるある。あ、そうなんですか。私はね、はい、12曲吹っ込みしたんですよ。それはソウルに行って現地 で、はい、で楽団も現地の方、歌は韓国の歌を、そうでしょ。で中でもね、はい、特に私の胸に響いた歌はね、はい、あれカスマプゲ。カスマプゲとてもいい歌ですよ ね、はい、あれを歌いながら途中で感じたな。あ、そうだ、歌に国境がない。よいしょ、行こう。ではこの歌からお聴きください。Ah.
の発音がもうすごい胸にジーンときました。カスマプゲか、はい、カスマプゲっていうのはこの日本語で言うと何て言うんですか。あのこの歌からといえば胸が切ないという意味ですね。あ、知らなんだな。え、意味も知らないで歌ったんですいやいや、あのね、はい、このメロディーが流れると、はい、それにメロあの歌が乗って、あ、日本の歌の源流は韓国にあると、そういう感じでしたね。やっぱり歌は世界共通語じゃないかなと思います。そうですね、まあ、はい、しかしね、はい、あの吉谷さん本当に惜しい人亡くしましたね。そうですね、あの吉谷純さんは日本と韓国の駆け足で、うん、まあ、日本で言えば古賀政男さんみたいな方なんですね。本当に素晴らしい作品をたくさんあの残してくださいましたが、残念ながら今年3月にお亡くなりになりました。そうですな、はい、昭和25年にあの方初めて日本へ来た、はい、4年ぐらい、4年ちょっとですかね、私の楽団にいたんですよ、はい、そしてしばらくしての人は韓国へ帰られた、はい、あの素晴らしい大ヒットを次々作曲した、はい、ね、そうなんですよ、あの私の日本でのテレビ曲ソウルオリンピック参加朝の国からを歌うように、うん、あの指名をしてくださったんですね。指名だから新しい金明者を産んで、それでまだ育ててくださった私にとってはもう大恩人なんです。じゃあここでですね、はい、ここでですよ、はい、吉谷さんの名曲を歌うじゃないですか、はい、ソウルニップが参加朝の国から歌っていいですか。朝の国から、はい、続きましょう。
時には思い出すでしょう。冷たい人だけど、あんなに愛した思い出を忘れはしないでしょう。素晴らしいビッグショーができましたね。あ、まだですよ、まだです。まだまだ
いやー綺麗ですね。あ、自分で言ってどうするんですかね。しかし可愛いまーみなもえみなもんじゃ違う違うのみーにょみーじゃみなんじゃは男性のことな今何見てるんですかカンニングペーパーいや本当に可愛い。これ生まれてですね、100日なんですよ。それでニックネームが泣きんぼなんですけど、韓国ではよく泣くと大きくなったら歌が上手くなるっていうあるんですよ。なるほど、はい、うん、だからきっとこんなに歌手になってるそれ、ね、なってるんじゃないかなと思いますけど、うん、素晴らしい写真だな。ありがとうございます。それからですな、いいよいいよ、この写真はこれはね、はい、19歳のど自慢で優勝したんです。19歳に優勝をしまして、20歳で歌手になったんです。すごいですね。と、ね、いうことは76だから56年間にやってらっしゃる。まあ、39から引くのすごいですよね。本当に39からあんた16引いたら、いやいや、それは違います。この写真は、あら、外人の方もいらっしゃるんですね。ブラジル、あ、ブラジルはすごいですよな。本当にね、はい、本当になんかもうふるさとの歌聴きたくて、はい、もうとにかく感動感動、涙涙の舞台でしたね。そうですね、もう一遍行ってみたいと思う、うん、実はですね、うん、私もですね、ブラジル4度目行きました。で、3度目行った時行ったら向こうのブラジルにいらっしゃる日本の皆様がぜひ読んじゃ美空ひばりさんの歌を一曲歌ってちょうだいってことで、うん、悲しさけを歌ったのがきっかけで、今でもよく美空ひばりさんの歌を歌わさせていただいております。ではここでですね、それぞれの思いを込めて、うん、私たちの歌をお聴きくださいませ。行きましょう。じゃあ、ありますよ。
反対昭和のまで共に語ろう昔と今を一番時代遅れと笑われながら田畑さん、今日は本当にありがとうございました、ね、キムさんとね、本当に素晴らしい歌を一緒に歌えて本当に今夜私も幸せですよ、本当に良かった。初めてテレビで見た時は怖いおじさんだと思ったんですけど、優しい方ですね。 お兄さんやお兄さんですか。さあ、新潟県牧町からの2人のビッグショー、いよいよ最後の1曲になりました。最後の曲だな。韓国と日本は本当にお互いに隣同士で、近くて遠い国なんて言われますが、歌えば本当に心は一つになるんだなってつくつく今日感じさせていただきました。本当に歌はいいもんだな。もう心が通じるもんね。はい、それじゃあ、はい、一緒に歌いましょうか。ゴンドラの歌。
求め本当はないよ。